お邪魔します。うわー、地味なところにおるな、端っこに。おはよう、朝から僕の家を訪ねてくれて嬉しいよ、ヒュー。めっちゃ噛んじゃっためっちゃ噛んじゃった。そういえば明日はハッピーホームアカデミーの採点発表があるね、ヒュー。ふふ、自分をさらけ出す準備、君はできてるかい？え、何それ、何なんその言い方は。いや、全然私はできてるけどね。私結構家頑張ってるからね、部屋作り頑張ってるからね。うん、僕はいつだって見せる覚悟はできてるよ、ありのままの地味よね。あ、そうなんだ。それじゃあちょっと質問させてもらうよ、ヒュー。君の島は花で溢れている。さて、その花は一体何色かな？え、何この質問。一番生えてるお花の色ってこと？黄色、白、赤色、白じゃない？白結構好きだから私白をさ集めてると思うんだよね。白、島は自分自身を映し出す鏡、そこに咲いている花が何色かで自分をどう見せたいか物語っているんだ。あ、そういう感じか、占い的な感じか。君が見せたい自分は他人のために自分を犠牲にするようなアンセルフィッシュな人じゃないか。アンセルフィッシュってなんすか、伝わらないよ。ふふ、君は僕と同じだな、ヒュー。だからどうした、やめた方がいいよ。アンソニー君と同じくさ、思わせぶりなこと言わない方がいいよ、無駄だからね。私は人平のものだから。人平は私のもの、私は人平のものなので、いくらね口説かれようと無駄やけな。